今回日米の大学野球のウエイトトレーニングの違いについて話していこうと思います。アメリカといえば筋肉、ウエイトトレーニングだと思う方も多いかもしれません。かの留学界隈のレジェンド中山翔二こと中山きんに君さんも筋肉を求めて渡米し、短大を卒業し5キロ痩せて帰国を果たしました。それほどアメリカイコール筋肉というイメージは浸透していると思います。ということで今回はアメリカと日本の大学野球のウエイトトレーニングの違いについて3つのポイントで話していこうと思います。1. 日米の違い、 2. アメリカの大学のウエイトのシステム、 3. 実際のメニュー、この3つでやっていこうと思います。それではやっていきましょう。日米の大きな違いとしては、日本では個人、アメリカではチームでウエイトトレーニングをするということです。統計を取ったわけではありませんが、話を聞く限りだと日本の大学野球は個人にウエイトトレーニングを任せているところが多く、一方アメリカの大学野球はチームによってウエイトが管理されているところが多いです。続いては自分の大学が行うウエイトトレーニングについて解説していきたいと思います。自分の大学のすべての部活、アメフト、バスケ、女子バスケ、女子サッカー、すべての部活のトレーニングは一人の女性コーチが管理しています。コーチが部活ごと、またポジションごと、さらには怪我している人がいれば、その怪我の部位ごとにトレーニングを作り分け、それにのっとって選手は週3回、野球部は月水金の大体6時45分に集まり、投手野手に分かれて約1時間強のトレーニングをこなします。まあこのコーチがめちゃくちゃ怖いっす。多分オレゴン州で一番怖いのではないかと思います。若い頃の横浜の渡辺監督ぐらい怖いと思います。基本的にウエイト中は主語は禁止、常に架け橋、合図があるまで次のメニューをやってはいけないというルールが定められています。なのでウエイト中は一番空気が張り詰めています。まあこれは自分の大学に限ってのことだと思うんで参考程度にお願いします。こんな感じで自分たちの大学は毎週トレーニングを行っています。続いてある1日の実際のトレーニングメニューを紹介していきたいと思います。これが自分の大学の野球部かっこ野手の1週間のトレーニングメニューです。どうぞ。縦列が1日に行うメニューです。まず注目してほしいのが A から D までのセットがあるということです。これは ABCD の順番でウエイトを行うことを示します。なので A1、A2 を行い、全部のセットが終わったら次に B のトレーニングを行います。この日は合計12種類のトレーニングを行いました。トレーニングの前にはコーチが指示したウォーミングアップを行います。この日に行った全てのトレーニングメニューは映像付きでさらっと紹介します。どうぞ。いかがでしたか。このようにアメリカの大学野球はチームでウエイトトレーニングを行うことが多く、自分の大学はかなり厳しく管理されており、コーチから渡されるメニューにのっとって多い時は12種類以上のメニューをこなします。今日の動画はここまでです。このようにこのチャンネルでは3分間でアメリカ大学野球にまつわる動画をこれからも投稿していくので、もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは進めるよ。